はい、名古屋です、オリックスで V10 するペナントやっていきたいと思います。今はどんな感じですか？ 1,2,3 連覇して4連覇を目指している状況で最下位？ちょっと待って、どういうこと？うち最下位だったっけ？なんで？どういうこと？どういうこと？ん？あ、優勝だ。最下位しゃべないか、ビビった。危ねえ。最下位になったかと思った。優勝したのか。優勝が決まったのか。1,2,3。これで4連覇か。ああ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。最下位になったのかと思った。優勝が、もう8月で優勝が決まってしまったのか。じゃあもうやることないよな。若手も出してるね。若手中心で、山本とかは休んでもらってる。若手中心で行ってる。野手も若手中心。鈴木誠也が不調なんだ。鈴木誠也が不調なんだ、今年。じゃあもうシーズン終了というか、クライマックスシーズンまで早送りでいこうか。よし、クライマックスシーズン行こうか。その前にオーダーを考えるんで、早送りの間にやろうと思ったけども、やるの忘れてたので、見てください皆さん。調子いいやつを上げる。3点台か1点台斎藤、ブラウニング、横松40点台、フランスは笹島2軍で、 金子も4点台、調子落としてる2軍、松井裕樹を中継ぎ、千田を2軍、7点台の原を2軍、誰を上げるか。あんまりいいやついないんだな、上竹でいいや。で、先発は意外とみんな頑張ってる。そして宇佐美がなんかめっちゃ強くなってんだけど、こいつ4球種もあったっけ？エース宇佐美。アミノを落として、山本はまあ初戦でしょ。これ確定だから、やもうエース山本だから。寺村もちょっと2軍だな。カッキーはどうしよう。カッキーはとりあえず一回中継ぎに行ってもらおう。で、打線の方、川上をちょっと2軍に落とす。吉田正尚すごいな。住吉は落として、で、トング絶不調か。今日は上げなくていいな。で、今日調子戻ったらあげようか。フリエルあげて、鈴木誠也な、元西、ショートが全く打てないんだけど、ショートこんな落としていいのか。元西落としていいのか。どっち落とそう。守備力考えたら住吉なんだよな。まあ、短期決戦は打撃より守備だな。打撃は爆発する可能性がある。トングはまだ落とさない。で、川上で、大松、いや大松落としたらサードいないのか。あ、関戸がサードできるのか。あのジーか。まだうちサードがいないのか、控えが。トング以外で、トング上げるしかねえな。で、よしみ下げる。関戸、ヒューズ、トング、川上。ショートがいねえな、本当に。モンマか。住吉でいこう。で、キャッチャーが若月。キャッチャー B、キャッチャー B。キャッチャーが若月。西、どっちがいい？高森の方がいいよな。キャッチャーが若月。
で大谷打者で使うか、鈴木誠也外して、まあ、吉田入れてもいいね、フリエル入れてもいいしね、大谷入れてもいいしね、いろんな選択肢がある。大谷、吉田、吉田の3番に、まあ、吉田は代打でフリエルだな。じゃあレフトフリエル、キーン、ヒューズをちょっと上に落とそう。関とキーン、トング、川上、ヒューズ、野々垣、フリエル、住吉、若月、これでいこうか。向こうロッテか、ソフトバンクじゃないなら久々だな。エース山本で、ゼフチョウは外そう。トングは外せないんだよな。トングは打順落とすか。じゃあ、3番に野々垣入ってもらおう。7番サードトング、1番 DH 藤原か。藤原はできれば守備ついセンター守ってほしかったけど、まさかの打撃特化になったのかな。打撃型になってしまった藤原は。まさか1番 DH というのは AAFF とかになってたらいいんだけどな。面白いから。あー全然微妙。これで守備つかせてもらえないんだ。山口を DH にしろよせめて。でも2割9分6厘7本16投、なんか微妙だな。スケールが小さい選手になってしまった。おお3割30本、おーこいつもほぼ3割30本、でも30本打ってるしね。なかなかクリーンアップはいいんじゃない。うちの方がいいけど。山本が打たれたけど、もうち本当クライマックスシーズンだったら急に打てなくなったりするよね。ポストシーズン急に打てなくなるな。あ、門馬が活躍してくれた。山本完投勝利。山本は休ませれなかった。打線が打ってくれないし。で2戦目は、あ、緩急までになった。梅野ってまだ得の覚えれるんだ。そんな若かったっけ。まだまだ全然いけるじゃん。打たれ強さ。いや、もったいねえな、梅野に使うの。リリースで、誰かタイピンチとか覚えない？後で覚えさそう。山岡がもう人に教えれる年齢になったのか。流し打ちバント対左選球眼。こいつだな。あれ威圧感覚えた？もしかして覚えてないか。鈴木誠也、威圧感消えたんだ。しゃねえな、じゃあパワーヒッターで。杉本もだいぶ衰えたな。あ、大谷2軍じゃん、俺。なんで大谷2軍にいるんだ。大谷。で、田島が絶好調か。田島今日行くか、先発じゃ。田島も1点台だしね。1.85。昨日モンマ打ったし、モンマ使おう。ショートがうちベンチに3人もいるんだけど、なぜならショートのレギュラー固定できないから。サードなんて守れるの頓宮しかいないからね。頓宮怪我したら終わりじゃん。かろうじて関戸が守れるぐらいか。 G だけどそれ守れるって言っていいのか分かんないが、セキトのサード上げないといけないね。サード適正。よーし、田島も完投。みんな完投するな。3戦目宇佐美でいこう。門馬使うか。
向こうゼフ賞でしょピッチャー、さすがにもう勝ったわ。ゼフ賞のピッチャー打てなかったら日本シリーズ勝てないからもう負けたら死んだ方がいい。もうどうせ負けるんだったらここ早めに負けた方がいいから、日本シリーズで負けるより。ここで勝って決めましょう。全然打てない。あ、打てた、やっと打てた。あー、ぐちゃぐちゃだ。あー、ぐちゃぐちゃだった。オッケー、よしよしよし、なんとか勝った。松井背番号53、レッドスター赤星と同じ番号です。なんで松井が53番を希望したのか分かんないが、あいつ前1番じゃなかったっけ、背番号。すごいすごい乱打線だな。頓宮川上の、川上が今年本当に4番として覚醒してくれたね。本当は3割6分40本ぐらい打ってほしいんだけど、岡本みたいに。日本シリーズはどこですか。中日か、ヤクルト切ってほしいな。どっちだ、中日か。中日やったことあるからね。どうせまた周平が呼ばれてるんですよ。でも中日に俺あれだよな、1勝3敗まで苦しめられたんだよな。怖いな中日。そうなると中日が怖く見えてきた。まあ山岡だ、山本だよな、うちのエースだし。いや大谷さん使って、じゃあ大谷ここで使って、1,2,3,4,5 中6日で6戦目か。それならここ山本でいいね。ここ山本で2戦目大谷だな。あ、なよくわからん、よくわからん、大台になっている。関戸が外れるのかもったいないね。まあでもしょうがないもんな。金のが上だしな。1番に野々垣持ってくるか。よし、調子がいい門真君を、あ、でも中日戦だし強打にしようか。やっぱちょっとストーリー性を、やっぱラミネスみたいにストーリー性を持たせないといけないから、中日戦は強打使う。多分打ってくれると信じて強打を。鈴木博士が先発やってる。谷本、溝脇がセカンドレギュラーなの。まさかの、まさかのこの世界戦では中日のセカンドのレギュラー溝脇なんだけど。溝脇って今何してんの、まだいるのかな、クビになってないのかな溝脇。中日見ようぜ。周辺いなくなってんか。うわーすごいこいつ伸びたなー、めっちゃミート。36歳溝脇、守備クソうめえ。でも0割0分0人もう言えごろ。あ、いいねこいつ、欲しいね。財前、クロエ、シダ、おお、キャッ、打てるキャッチャー。ああすごい、なんかすごい、先発中継ぎ抑え何でもできますって感じか。まさか日本シリーズの初戦に投げてくるとは。奇策かな、もしかして。山足3割3分2厘、なんでお前3割3分2厘打てんだ。逃した魚大きかったってやつか。ちょっと待って、いや山本ちゃんで負けたか、しかも山足みたい。鈴木博士に完封されるうちのチーム、ちょっとまずいね。中日やっぱり強いな、苦手だわ中日。今日は大谷で絶対これは勝ちたい。7番大谷、あ、鈴木さん調子いいね、使おうか。吉田も調子いいけど、うん、吉田使おう。関戸も調子いいし、関戸も使おう。強打ちょっとそのまま使います。調子いい選手を使ってるよ。鈴木誠也ここで活躍してくんないとマジでダメだよ本当に。何億払ってんのお前に。6億ぐらい払ってなかったっけ鈴木誠也に。ちょっとしっかりしてくださいよ、打ってくださいよ。種市1点じゃ怖い。よし4点。大谷いいぞ、大谷、大谷オッケー。8回にして強打は打ったのかな。お、強打打ってる。大谷は、大谷もまあ打ってるか。これでイーブン。
これなんか前もデジャブだよな、このイーブンので、あれじゃん、相手の本拠地でイーブンだったら OK、 自分こっちの本拠地で3連勝したらいいんだって言って2連敗した記憶があるんだけど、俺はデジャブが蘇ってくるんだが、マジでここ絶対勝ちたい。もうここ宇佐美で行こうか。もう松井裕樹先発でもいけるね。うわー、キャッチャーが調子悪いね。強打でしょう。吉田、鈴木誠也とか。関東が調子悪い、良くないね。じゃあ1番吉田正尚。1番吉田正尚ね。1番強打で行こうじゃん。4番山足。向こうも対抗してきたな。うちの1番強打に対抗して4番山足とかいうストーリー打線を組んできた。オリックスだから山足4番で使ってやろうみたいな、本拠地だしみたいな、オリックスのやべえな。そういう魂胆があったのか。向こうもこれで山足打たれたら最悪だ。あー、ちょっとなんとかしてくれ。山足にクソ打たれてるし。点取って。あ、山足が3戦中2戦ヒーローになって、中日が勝った試合全部山足が活躍してる。これはまずい。ちょっとどうしよう。田島でしょ、ここは。ちょっと山本に頼るしかないな。強打頼むよ。本当にここやめ、負けたらまた山岡しないといけないから、また山岡が酷使されるんだから、こう勝たないと。山岡じゃない、山本だ。山岡は2軍でスヤスヤ寝てるわ。頼むよ、ちょ本当に頼むよ。打って、打線しっかり、打線よし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 、やっとな。あぶねえ、打線がマジで死にすぎてる。短期決戦怖いわ。やっぱ短期決戦は投手力だな。打撃はやっぱ怖いわ、水物だわ。シーズン打ってても全然打たない場合あるしね、今年のセーブみたいに。よし、これで2勝2敗だ。じゃあもう山本で。ここは山本で。山本で。で、吉田。で、1番に長垣。これでいこう。吉田。頼むぜ、吉田。てか、一番頼むのは山本。よし、もういいかな。もう変えていい、山本。もう変えていい、まだ早い。5回投げたらもういいよな。もう変えます。カッキー、第2先発。なんとか。また山足、そしてまた山足に活躍されると。今のミスったな、采配ミスだな。今のは俺が悪い、ごめん。ちょっと山本温存しちゃった。いやー、これ山本で勝ったらな、勝っとかないといけなかったな。そうだな、どうせミスった完璧に。いや、まさか逆転されるとは思わなかったんだよな、俺も。もう一試合山本行くしかねえ。今日山本行って明日大谷だ。それで勝つ。鈴木博士打ってくれよ、頼むよ。頼むぞ。こっちとら3連覇してるんだ。もうゲームオーバーしたくない。怖い。いけ。よし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 、いいぞ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 。もう今日山本は全部投げてもらうんで。よし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 、おお、怖い。あー、怖い。点取って、スタート。よーし、あー、なんとか首の皮一枚繋がった。いや、山本打たれるな今回。今年圧倒的ではないね。よし、最終戦負けたら終わり。ここは大谷さん、山本は待機、宇佐美も待機、中継ぎ。
キーンが調子悪い。石刀使うか。だから俺はキーンを信じる。まあ、4番セカンド山足とかいう、また貴紗子もうやめてくれよ。もう山足全部敬遠しよう。山足全然敬遠しよう。怖いよ山足、首にしなければよかった。初回あー先制できず。あー、オッケー。よしよしチャンス、よし行って。よしいいぞ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 、大谷いいぞ。あ、よくなかった、1点取られてた。やめて、怖い。よしよしよし、行って。なあ、チャンスまで作れず。あ、やばい、向こうランナー出た。よし、なんでなんで、おお、1点は、なんでなんで1点入った。初回の1点、あ、ホームラン打ったんだ、あの動きは。初回の1点はどうやって入ったんだ。あ、犠牲フライか。ホームランの1点か。よお、うん、よし、チャンス、ツーアウト2、3塁、バッターなのはピッチャー大谷。お、フォアボールで、まで若月、ここ代打送るか、若月に。答えたでしょう。チャンスに連れて誰だ。いや、ここは鈴木誠也打ってもらわないとダメだって。打たないんかい。よし、いけんのだ。よし、いける、いけるぞ。大谷どう、まだいける。いやー怖いな、ここ松井幸変えるか。変えるような、ここは、ここは変えていい。ここは松井幸に、ま、フランスはお前行くか、フランスはやめとこう。ここは、ま、ちゃんと松井幸に。いやーもうファーボール出すか、ファーボール出したこいつ、悪い癖が出てる。あ、人か、じゃあいい。よし、山足回んないぞ。よーし、危ねえ。うわー、ヒヤヒヤした。あー、怖かった、怖かったよー、怖かったよー、危ねえ。いやー、なんとか勝ったなー。これ中日もやりたくないんだが、中日、中日強すぎる。本当にうちの打線が猫打線になってる、猛牛打線が家畜打線になってる、家畜打線に。てかそういえばこの前、ドラフト会議でオリックスバファローズって呼ばれてたんだけど、オリックスバファローズな。も俺も子供の頃ずっとバッファローズ、 俺も子供の頃ずっと近鉄バッファローズだと思ってた。最近知った、最近バッファローズっていうのを知った、ほんの1年前ぐらい。じゃあ終わるか今日は。いや、成績だけ見よう。98勝、来ていってのはカッキーだけど、カッキー来ていったんだ。13勝3敗1ホールド、中継ぎもやってます。クアナ2点台、14勝1敗山本9勝しかできず、田島11勝、山岡11勝、片倉47人ぐらいだな。斎藤1点台、梅野すごいね、15イニング 0.00、3割3分くり。OPS は金が一番長いのか。関東811か。金、頓宮、野々垣、川上、関東。吉田991か。すごいな、吉田。こいつはちょっと盛り返してきたね、37歳になって。また来年使うのもありかな、吉田を。鈴木誠也が今年めっちゃ不調だったな。本当に何があったんだろう。衰えなのかな、もしかして来年ももう打たないのかな。 あとルーキーの能力も判明してたよね、俺見てなかったよね確か。誰だっけこいつ、吉見か、吉見世代か。うーん、まあパワーはほぼ C だしね、まあいいでしょう。野原悪くない、
役は。まあまあまあ悪くはないね。高卒だし。ミートいいっていうのはいいね。じゃあ今日はここで終わります。見てください。皆さん、明日。バイバーイ。